最近さくらの様子が変なんだよね。悩み事？成績落ちたとか？それはレミの悩み事だよ。コンタクトに変えたいとか。さくらはメガネとセットで可愛いんだよ。もっと存在感を出したいとか。千石くん、それ失礼でしょ。さくら存在感めっちゃあるし。ごめん。本人の後ろで噂話やめてくれない？あ、さくらいたんだ。俺怒られぞ。ページ4。誰も誰かが好きなんだ。